ていう方なんですけど、それをベースで、フロントのダイブシャフトを抜いて、でセンターデフを直結で、今これリアデフが、機械式がない状態なので、なんでもう溶接でロックした状態で FR っていう形になってますので、まあ、自分はこの FR の、ミラーが、まあ、いろんなシチュエーションで、まあ、タイヤによってはドリフトもできるし、タイヤ色履けばグリップもできるしレースもできるしっていう、まあ、そういう今 FR で遊べる車って、まあ、出てきてはいますけど、本当にじゃあ50万円とかっていう安いものとかってなかなかないので、まあ、そういうので K をベースにこうやって遊ぶっていうのが今自分たちがこう発信できるものかなと思って、まあ、やってはいるので、もともと AE86 もう10台ぐらい乗ったんですけど、で、まあ、持ってはいるんですけど、やっぱなんかね、もっとガンガン走り込みたいっていうのが今あるので、やっぱそこ行くと部品も安いし、でもうもしぶつけちゃってもじゃあ次ボディ買ってくればいいやって、まだこのやつは古いんですけど、こっちのミラとかはまだ平成30年まで作ってた車なので、まあベースじゃあまだこれからまだ同じ車行ってもまだあるので、あ、部品もあるし、はい、あと中古部品が流用がすごく、まあ、鈴木もダイハツも他の車の流用が効くので、そういう意味でいろいろ安くコストが安く遊べるので、改造費は結構かかっちゃうんじゃないの？改造費は意外とそれが、センターデフが4万円って売られてて、でデフを作るのが一応加工費4万円ぐらいなんですよ。なんでまず、うちも車屋なんですけど、受けた場合だと全部で15、6万で FR にはなります、とりあえず。はい、でちゃんとこの車は公認も取ってるので、FR で公認を取ってるので、まあ、ちゃんと合法的に街も乗れるし、車検もそのまま通るしって車になってるので、デフロックで街乗り、デフロックで街乗りまあそこはちょっと足回りのちょっと細かい、トレーニングアームのカラーを作って、わざとこうハンドル切ったら三輪になるようにちょっとお腹浮くような感じなんですけど、はいはい、でなるべく引きずりらないようにっていうふうには作ってるので、意外と乗るとアクセルコントロール、こんな NA のパワーない系でも結構シビアにやらなきゃいけないので、トレーニングにはすごくなると思うんで、はい、ネック一つ言うとトランスファー、ね、どうしてももともと FF ベースのものなんで、ちょっとトランスファーがどうしてもゼロスタートで思い切りつなぐとか、まあ、そういうことをやらなければ、NA のままだったらそれほどトラブルは今のところないですね。あとオイル選び、オイルがちゃんといいものを使ってれば、これでも鈴鹿フルコースとか大きいとこも走ったりとかしてますけど、まあ、自分は怖いんで年に1回ぐらいはトランスフォーマーは変えるんですけど、交換自体は30分ぐらいでできちゃうので、はい、それほどこのメンテナンス性もすごくこの方からは良くなってるので、まあ、その辺が良くて、はい、まあ、いろいろ手軽にできるっていう意味でこれを押してはいるんですけどね。クラッチバーンって離すと、誤発進防止の意味でゼロスタートがしようとするとエンジンがストールをするようになってるんですよ。まあ、そこを解除するようにしてきた。もし何か伝送した時はこれ、はい、どうしてもらえばすげえって感じなので、はい、通常全開ではオンにしてもらって、はいはいはい、
タイプです。車がやばいじゃなくて俺がやばい。いや、びっくりしました。なんかあのなんかドリフトをさせる、無理やりねさせるようと頑張ってるのかなって思ったけど、そうじゃなくてちゃんと FR で KP の食い散ると思ってくださいっていうのはよく分かった。素晴らしい、はい、パワーはないんですけど、でもちゃんとドライバーがアクセルで車を動かせるようになってるんで、いいよ、はい、ありだよ。 NA の K で FR 面白いのって結構思うんですよ、みんな。でも乗るとみんな横向いちゃって、ありです。これっていくらかかったの？これは車両がヤフオクで20万で買いまして、で足回りが中古の車庫帳を5万円で、でデフロックが3万円で、センターデフが3万円以上です。であとはまあバケットとかコーチは自分でやってます。はい、へえ。あとはバケットを入れて、はい、バケットはまあ手持ちのやつなんで、うん、そこは、はい、ステアリングと、はい、だけですね。今までは何乗ったの？今まではずっとシルビアです。あ、シルビア、はい、シルビアでずっとドリフトしてましたシルビアドリフトしててこれにしたんだ。はい、そうです。なんで？なんでやっぱ乗らせてもらってめちゃめちゃ面白いなと思って、でランニングコストが全然かからないじゃないですか、はいはいはい、シルビアってやっぱ1日走るとなんだかんだって5万近く、はいはいはい、ガソリン代、タイヤ代、ブレーキ、オイルで、もう1日で5万ぐらい飛んでっちゃうんですけど。そうだよね、でタイヤだってね、すぐ向けちゃうんですね、はい、すぐです、はい、1日で新品なくなっちゃうんで、うん、こっちはもう中古のスタッドレスが4本で4000円とかっていうレベルなんで、1日走ってもエントリー代とガソリン代含めても2万ぐらいしかかからないですね、でフルで。お楽しみは変わらない。ほとんど変わらないです、はい、疲れるあの体にも負担がちゃんとあって、はい、でそのアドレナリンもちゃんと出て、この車を乗ろうっていう、はい、なるほど。めちゃめちゃ楽しいです。はいだね、はい、めちゃくちゃ楽しいです。でも彼のおかげです、はい、三浦くんがやっぱその最初にこの車を作って、うんうん、でこういうのどうですかって、うんうんうん、初め台車みたいな感じで乗らせてもらって、うんうん、でもめちゃくちゃ楽しくて、もう即決でした。もう15分ぐらいで多分買おうって決めたと思います。